こんにちは、ホビー部のオッキーです。今回は塗装初心者の僕が C54-1 のキャンディー塗装に挑戦する模様をお届けします。 C54-1 はボディキットなので、中身はこんな感じでボディとパーツが入ってますね。 C14-24 のボディに簡単に組み付けることができます。個人的には一番好きなデザインですね。下処理の研磨から始めていきます。これが一番重要なところかもしれないですね。僕は120から1400番くらいまでかけていきました。まあね、本当にやってる人からしたらまだまだ雨よって言われちゃうかもしれないですが、ちょっとご勘弁ください。で、使わない穴はね、こうやってパテで埋めて切れ目にしていきました。結構粗めの番手は頑張って削ってたんですけど、まあ、800番以降とかがおろそかになってしまって、後々後悔することになったりしました。まあ、細かくなってからが本番なので、めげずに頑張っていきましょう。で、今回は時間もなかったので、ある程度研磨したところで黒サフを拭いていきます。その上から光沢のブラックをテラッと拭きます。表面張力するくらいが良いと小島大隊長さんから教わってはいましたが、これがなかなか難しくてちょっとムラがあったりとかしちゃいました。そして下地の仕上げとしてシルバーを拭くんですが、これが結構うまくいかなくてですね、こういうことになってしまいました。はい、リセットですね。吹きムラが目立ったり、あと細かい傷が多くてサフで覆い隠せていないのかなと思ったので、まあ、溶剤で全部一旦落として最初からやり直すことにしました。まあ、これが結構ね、精神的にきつかったですね。で、細かい傷っていうのも大体こんな感じで、結構ね、これ細かいって言えないのかなだいぶ傷が目立ってますね。で、そのことを開発の K さんに聞いたところ、まあ、そもそもの磨きが甘いって言われてしまったので、800番から出直すことになりました。まあ、細かくなったからって油断すると、まあ、こういうことになるんですね。基本はしっかりやりきった方がいいなと、学びました。皆さんもお気をつけください。そしてさらにここで大失態を重ねてしまいます。磨いた後サフまで拭き終わって塗料瓶を戻そうとしたところ、蓋が閉め切れていなかったために瓶が落下、大惨事になってしまいました。まあ、まさに泣きっ面に恥とはこのことです。で、拭いても取れず汚してしまい本当にすみませんでした。この場を借りて謝罪させてください。まあ、そんなこんなアクシデントもありつつですが、とりあえずツヤありの黒までは塗ることができました。磨き直したことで傷はもちろんよりツヤが出たような感じはしますね。で、このままシルバーもサクッと塗っていって下地は完成させたいんですが、その前にせっかくツヤありの黒っていうところを生かしたいと思うので、窓枠の方はもうマスキングをして、このまま下地の色を生かしていこうと思います。うちでも取り扱ってるんですが、タミヤの曲線テープが結構窓枠をマスキングするのに便利でしたね。そして下地の仕上げとしてシルバーを塗っていきます。結構希釈が難しくて、まあ、ムラを作らないっていうのが、まあ、まだ僕には難しかったので、何かいい方法があれば教えてください。そしてですね、基本色は今回はグリーンにしました。これはクリアグリーンですね。ガイアノートさんから出ているクリアグリーンを全体に拭いて、結構レーシーな感じに仕上げようかなと思っています。基本色は何層か重ねて塗ったんですが、1層目は普通の希釈で、2層目以降は結構シャバシャバにして表面張力が起きるくらいまでしっかりと塗っていきました。またカットはしてるんですけれども、乾燥時間はかなりしっかりと取っています。だいたい1回塗ったら20時間ぐらいは最低でも、取って乾燥させていたと思います。この辺はですね、別のゆるほびの動画で小島大隊長さんがキャンディー塗装について解説している動画がありますので、そちらを参考までにご覧ください。そして仕上げにクリアを拭いて完成っていう感じになっていきます。で、クリアもですね、僕はこれ1層しか結局拭かなかったので、あんまりツヤ感が出てなくて、ちょっとね、あんまり自分の思うような感じにはならなかったんですけれども、小島大隊長さんに後日確認したところ、クリアはやっぱり何層かしっかりと拭いた方がいいっていうアドバイスをいただいたので、まあ、いつかねしっかりリニューアルして、納得のいくような
感じの仮想感にしていきたいなと思います。最後に車体にボディを取り付けて、そこにクリアパーツやバンパー、グリル、ライトなどを取り付けて完成という風になっていきます。もちろん、ライトや、クリアパーツはしっかりと塗装もして全体に馴染むようにしました。この組み立ててる時がね、結構満足度は高いですね。やってやったぞっていうちょっと達成感もありました。ということで、これにて C541 のキャンディー塗装風かな、が完成しました。はい、完成です。自分が思っていたキャンディー塗装よりかはちょっとマットな感じになってしまって、これは磨く時間が足りなかったのか、クリアを拭いたり、塗料の問題っていう、多分総合的に僕の力がまだ全然足りなかったっていうところがあるとは思うんですけれども、この画像をね、Twitter に投稿したところ、ユーザーさんというかフォロワーさんから結構キャンディーマットっぽくて、それはそれでいい感じだと思いますっていう言葉をいただけて、もうすごい励みになりましたし、そういう捉え方もあるんだなと思って、勉強にもなりました。これからも僕個人としてこういったチャレンジ動画も投稿していくと思いますので、初心者の方一緒に頑張っていきましょう。ご視聴ありがとうございました。